リンリンハローパンラレールリンリンパラレルのリントです。はい、リンゴの支給をしにやってまいりました。ただいま夜中2時ぐらいです。はい、うちの、エジプシャンルーセット大コウモリの、マナにね、リンゴをあげていきたいと思います。あー、ちょっと落ちちゃった。あらあら、よいしょ。これはあげるやつ。よいしょ。でね、今ケージの配置としてはこの一番上に置いてます。ちょっと細かくね、ケージちょっとレイアウト変えていかなきゃなとは思っていて、うん、まずはね、うんちいっぱいしちゃうので、そのうんちの横の羽をねなくすようにちょっとしたいなと思っていて、ここにはちょっとパネルをねつけようかなと思ってます。まあ、あの本日お迎えして初の夜なので、結構うんちしたりね、ちゃんと食べたりしてるんですけども、今はね少し人参とバナナを入れてあげてて、リンゴを切ってきたので、リンゴをねあげようかなと。あ、でこのリンゴは私が、うん、食べるようでした。ちょっとピンと合わないけど、うん、美味しい。ではリンゴをあげていこうかな。食べるかな。お腹空いてる？お迎えした日の夜にもね、生配信はしたんですけど、さっきすごい食べたそうにしてたんだよね、リンゴを。まずリンゴ入れてあげましょうか。こんな感じで食べる。一口大にね切ってきたので、リンゴを入れてあげます。リンゴはね足が速いので、あんまりしょっちゅうあげれなさそうですけれども、あとお値段もね結構するので、リンゴの方は。これバナナ、はい、食べないか。はい、どうぞ。うん、入れといてあげよっか。まずは食べるかなと思ったけど、さっきねちょろっと食べてたんで。食べた。でね、今中の観察がちょっとしにくいので、この前面だけをねアクリルとかにしようかなってちょっと考えてます。もしくはこの網でもいいかもね、前面だけで、こう観音開きみたいな状態にしてケージをねするといいかなと。これ一応ねここで上が外れるんだけど、この子の場合の上外しちゃうと足場なくなっちゃうから、それはちょっといかほどなものなのかなと思っております。でこの子もねペッペカスみたいな感じでねカスを出しますね。いらない。ちなみにこの辺ね、温度が今30度ぐらいです。上の方がやっぱり暖かくなりやすいので、結構暖かい感じですね。で上にね一応ヒーターこんな感じで、で直接指とかがねくっつかないような感じで少し隙間を作って乗っけてます。で横にはパネルヒーターをねペタッと、でこうすることによって背中があったかい感じになるかなというところで、大体この辺で寝るだろうなという想定の上ちょっとつけてます。あとはね、うんちが横に飛び散らないようにするのの改造と、正面の
視認をしやすくする改造をちょっとしようかなと思ってます。ここをバッと開けた方が楽だよね。あとこっちの網の方が中の確認ってしやすいよね、この白い網より。横とかはいいとしても正面だけでもね変えたいなってところですね。横から観察することっていうのはそんなにないと思うので、まあ、今は横からまあ撮ってはいるけれども、だとは思うっていう感じですね。はい、リンゴどうぞ食べる。まだ警戒してますね。それでも目の前でこうやって食べてくれはするんで、これを徐々に繰り返していくことによって怖くないって分かってもらえて、より触れるようにはなるんじゃないか。まあ今でもね十分撫でられるのであれなんですけど、よいしょご飯の位置には気づいてますね。うんちもちゃんとしてるんで健康状態は問題なさそうですね。むしろうんちいっぱいしてんな。ちらっと見るとこれがうんちたち。結構ちゃんと茶色いんだね。うんち。あ、そらそっか。人間と同じやな。私はこのリンゴをいただきます。ひとまずはご飯入れておいていっぱい食べていただきましょう。多分私が寝てる時とかに食べますよね、見てても食べてはくれるんだけど、多分見ないようにした方がより一層食べてくれると思います。でね、押し入れも今ちょっと改造しまして、これ生放送中に改造したんだけど、ここだけちょっと上にぶら下がれる場所を作りました。おそらくフックももちゃんたちもこれ遊ぶと思います。ここだとここにぶら下がって、あの子たちもそういうの好きなんで、でコウモリちゃんもここでねちょっと散歩できるような形にしようかなと。で多分散歩とかしながら少し触るようになると多分慣れていってくれるかなと、より一層ね。なのでちょっと日々一緒にね戯れていきたいなというところです。とりあえずこんな感じの飼育環境になりました。上がコウモリちゃん、そしてここがフクモモちゃんたち、全部でコケ6匹いて、でサンショウとイモリと、レオパードゲッコ、ヒョウモントカゲモドキですね。そして下にサバンナモニターに、そこにセイブシシバナヘビのサナちゃんっていう感じで飼育をね随時進めていこうかなと思っております。うちの新たな仲間、マナちゃんもねぜひとも愛してあげてください。これからたくさん動画出していくと思うのでよろしくお願いいたします。まあ、まだねこれ初日の夜に撮ってる動画なので、はい、あれですけれど、ちょっとこれからねより一層可愛い仕草とかいろいろ見ていけると思うんで、これから楽しみです。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、各種 SNS やっておりますので、よかったら見てみてください。
また過去に900本ぐらいですね動画が上がっているので、お暇な時にでも、見ていただけますと幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。